私たち研究者チームは、東京国立博物館でアソシエイトフェローとして働く山本桃子さんを取材しました。取材させていただいたきっかけは、多文化共生を実現するためのミュージアムの役割という山本さんの論文を拝読し、詳細をお聞きしたいと思ったからです。10月に2週間ほど出張に行かせていただいて、その時に何を見てきたかっていうのを簡単に報告してほしいっていうふうにお話をいただいたので、今日お時間をいただきました。私の研究関心がその博物館と美術館を合わせてミュージアムっていうふうに言っちゃってるんですけど、そういうミュージアムをもうちょっとなんか他人と知り合う場というか、他人の意見も認め合う場みたいなふうに機能させていけないかなっていうふうなことを常々思っていて、初回の取材では山本さんにフィンランドに着目した理由とミュージアムと多文化共生の関連性をお聞きしました。フィンランドに着目した理由が、社会に移民が増えることによって、その文化的に豊かになると思いますか、それとも危険度が増すと思いますかっていうような、そういうことを質問した調査があって、フィンランドが一番その寛容だったというか、危険というよりも文化的に多様性が増すっていうポジティブな受け止め方をヨーロッパの国々の中でもしているっていうのが出ていて、フィンランドの寛容性みたいなところはなんでなんだろうっていうのを調べてみたいなと思って、博物館と多文化共生で、博物館のものっていうのは、まあ、子供からお年寄りまで、その理解度の幅はあれど、どなたもなんとなく見て、これは中に本物じゃないぞみたいな、そういう直感的な感覚っていうのは誰でも持てるものかなっていうふうに思ってるので、そういう意味で文字じゃなくて物を媒介として、自分と異なる価値観を持った人との対話のきっかけになればいいのかなっていうふうなことを思って研究して、次のオンライン取材では前回の取材内容をさらに深め、山本さんの多文化共生の認識と多文化共生とアートの関連性を質問し、お答えしていただきました。多文化共生っていうと、どうしてもその海外の人とどう分かり合うかっていうような目線で語られることが多いと思って、もちろんそれは重要なテーマだと思うんですけど、私はどちらかというと、視界には入るけどよく分からない人とどう分かり合うかっていうようなことを考えていて、もう全く分からない人のことを分かろうとするのって大変だと思うんですけど、なんとなく視界に入って近所にいることは分かるけど、あの人ってどういう人なんだろうなっていう現実の何か交わりがあった上で、そこをもう一歩乗り越えて、あ、この人ってこういう考え方を持ってるんだっていうとこを知っていくのが、これからの多文化共生なのかなっていうふうに考えていたりします。そうか、最初の時点でもう文化がこう個人個人のものっていうお話でしたから、確かに年齢とか性別とかもそういうのもなしに身近な、そうですね、なんか同い年であっても結構日々てる文化って違うような気がしていて、同じ時代に通ってきたけど、やっぱりちょっとそこがどう響いてるかって個人個人で違うような気がしてるので、その年齢とか世代でも切れないかな。アートの敷居の高さと、なんか多文化共生ってすごい関わりがあるなっていうのを今感じていて、なんかアーティストとかその美術やってる人とかって結構、まあ、変わった人とか普通じゃない人みたいな感じで見られることが結構多くて、そういうなんかそういう風にそういう風な目っていうのは結構多文化共生的な考え方っていうか、あのなんかやっぱ他人を受け入れるじゃないですけど、なんかどこかでその受け入れることができていないから、その、資金の、そこの、あの、ちょっと変わった人みたいな感じで、資金の高さにつながっているのかな、というのを思っていて、なんかその作家の人って、
すごく特徴的なことはするけど、やっぱり少しはなんか共感できる要素を持ってその初めて作品で整理すると思うので、 100% なんか多少なりとも何かしら共感できるストーリーみたいなものがあるはずだけども、なんかそういうのを共有する場がちょっとないというか、そういうので現代アートってどうやって見たらいいか分かんないなって言ってる人って結構多いのかなっていうふうに個人的には思ってるので、こういう人がこういうバックグラウンドがあってこの作品ができているんですよみたいなことをなんかつなげる役というか、そういう機会みたいなものがもうちょっとあると初めての人にも入りやすい入り口になるのかなっていうふうなことを思ったりします。取材を通じて文化を個人的なものとして捉えること、ミュージアム鑑賞が生み出すコミュニケーションが多文化共生のための精神を育むことを山本さんから学びました。そこから私たちが理解したのは、多様な文化を内包し自由な意見を持つことが許されるアートであるからこそ多文化共生を目指すためのコミュニケーションが生まれやすいということです。ミュージアムはアートと人々が出会う場所であり、そのアートが人と人との交流を生み出すものであることから、ミュージアムは多文化共生とアートが成り立つ空間であるのだと感じました。アートの力と多文化共生の架け橋となる文化の相互理解について、私たちは新たな視野を持つことができました。